はい、えー、皆様こんばんは8月15日、えー、本日お盆ですね、えー、じ道順へのですね本当に賑やかな太鼓と、えー、声が芸能人の中にも響いております8時30分でありました「続く未来の風島未来記」まずはオープニングから。 はい。今日も本当に一日暑い夏の日が終わりましたけれども、お元気でいらっしゃいますでしょうか。雫未来の風島未来駅、本日第3回目になります。前回はですね、実は録音でお送りいたしまして、今回、ライブでは2回目になります。犬の案、FM 犬の案のオープンスタジオから79.7メガヘルツでお送りします。この番組はですね、 オフィスクリエイティブイングプランをはじめとする何人かのサポーターの方たちのご協力により始めさせていただきます。 はい、えー、沖縄はですね本当に風の島ですね、この風島未来紀というタイトルをつけたのは、ですね、まあ、沖縄という島を一言で、えー、僕なりに表すと、風の島、風島なんですね、常に風が吹いている、どこからか風が吹いてて、非常に暑いんですけども、この風が吹くことによって、ですね、まあ、体感温度がかなり下がっている。 感じがしますね風島僕にとって本当に大好きな島ではありますけどこの島に来て12年が経ちましたこの島の中で12年過ごしてきて自分なりに感じたことそして考えたことそしてこれから沖縄のこの未来をもしかしたら待ち受けているかもしれないちょっと深刻なというか大変かもしれない未来に向けて何らかの一言だけ えー、一人語りで皆さんにお話をしたいと思ってこの「風島未来祈」を始めました、えー、今日も3回目ですので、えー、まあずっと聞いてくださった方が、まあ、いてほしいとは思うんですけど、まあ、分かりませんが聞いてくださった方がもしいらっしゃればこの番組がどう,どうして作られたのかっていうのは先週先々週とお話をしてきました。 琉球という言葉沖縄の中では非常にノスタルジーを感じる沖縄のほとんどの方たちがこの島自分たちの島は琉球という独特な文化独特な歴史独特な時間の流れを持っていてこれは内地とは違う自分たちは琉球人だというふうにおっしゃる方もたくさんいらっしゃいますでもこの琉球人という言葉は琉球という言葉は今実はちょっと大変なあんまりこう 喜べない言葉としてやっぱ内地の方には伝わってるというのはこれは現実だと思いますね。その喜べない言葉をですね僕なりに考えてみてこの琉球という言葉によって沖縄がもしかしたら違う方向に引っ張っていかれるかもしれないというこの不安と心配の中でなんとか沖縄を取り戻したい本当の沖縄を取り戻すにはどうしたらいいんだろうかということで考えて一つの結論に いたたししましたそれは1372年何度も繰り返しますが当時明という国がこの沖縄という島に対してこれから大琉球その当時記録によれば台湾が小琉球で沖縄は大琉球というふうに言われたと言われていますね。でまあそ 今は琉球という言葉だけになってますけどもその琉球という言葉を、えー、当時の民から送り名としてもらったそれによって、えーまあ、500年以上の歴史が流れてきたわけですけどもまあはっきり申し上げると今のシナ僕は中国のことを中国あのシナと呼びますシナというのが正式な名称ですね中国というのは、えー、まあ俗称と言いますか本,本来の呼び名ではない。 ですから僕はシナとあえて言わせていただきますがシナがこの沖縄に対して琉球は自分たちの領土であるとですから日本がそれを奪ったのだからそれを取り戻すと今具体的にさまざまな行動を起こしていますそしてそのまあいわゆる尖閣の尖閣,尖閣諸島ですねの海域に本当に一時は300隻とも400隻ともいえる船が。 集まってそれに中国の海警船いわゆる海洋警備船ですね海警船という、まああい軍艦の船が何隻も来ているというふうに言われていました、まあ前回はその,その船が、えーにえー、と日本の、ねえー、海保海上保安庁が、えー、その ギリシャの戦績の船とその中国の漁船がぶつかったということに対する救助活動などをして、まあ、いろんな意味で日本,日本民族というか日本人のお人間性といいますかねそう,いうそういうものをあからさまに、まあ、世界に向けて発信したわけでもありますね。日本人というのはたとえこういうふうな理不尽なものを受けていたとしてもやはりそういった事故があり溺れて助けを求めている人がいれば無条件で助けると。 これがまあ日本人であるというふうなことは世界に対して広まったのではないかと思いますがただ現実はそういうふうに日本人は日本人としての行動誇りに基づいた行動をしてはいるもののやはりシナはシナとしてそういったまあ一説によればその漁場と言いますかねその魚を捕る漁場が豊漁であったからというような,なんか話も。 あったみたいいでですすけど、まあ、これはは本当に、えー、ちょっとむちゃくちゃな言い方ではありますね、えー、日本のお領海、えー、接続水域です、ね、に対してあれだけの船が来るということは通常で考えるとあの警告を発した後に沈められても何も文句は言えないそれが世界常識ですねだけど日本はそういったことを、まあ、どういう思惑なのかは分かりませんけどやらないで。 え来ましたですからこの中国シナの行動に対して日本人がやってきたことをもう一回見るにつけやはり日本人の民族日本民族の魂というのはやっぱり脈々と流れてるしこの日本人の起源といいますか日本の一つの歴史の起源の中にこの沖縄が実はその中心というか起点としてあるということをいろんな形で伝えれば。 伝えることができればいいなと思って僕はこの番組を始めましたですから、えー、今琉球という言葉で言われているこの本当に沖縄の持つノスタルジーがあー、まあ、ひっくり返るという、まあ、極端な大げさな言い方かもしれませんが沖縄は琉球ではありませんと本来沖縄は沖縄としてその1372年以前もありましたけれどもどういうわけか 1372年以前の歴史というのはどこかに埋もれて隠されてしまったこれを隠した誰が隠したかは分かりませんけどもただこれは確実に隠された痕跡があってそして隠した人たちがいるんではないかってこれをいろんな方面から検証をしていければいいなというふうに思います。 はさ、い、だ、えー、まさしの「距離」えー「ディスタンス」という副題がついておりますけどもお聞きいただきました、えー、沖縄が琉球というふうに言われたのが、まあ、言われたというか名乗れと言われたのが1372年から、まあ、約600年以上600年近く経ってますね、えー、皆様ねご存知でしょうか、えー、沖縄がまあ明治政府に なって琉球というその琉球王朝というのが明治の方に取り込まれていったときに実は明治政府の方針としてですね沖縄の歴史を調べさせないという一つの方針が出されたこれはどれだけの沖縄の方がご存知かどうか分かりませんけどもそういう方針があったそうです。ですから、まあ、ここ の時点です明治になってからもうその時点ですでに沖縄の歴史をこう、まあ、掘り返すといった言葉はあれですけども顧み、うん、るということをすることが許されなくなった、まあ、日本の一つの方針としてなのかもしれません、まあ、これはなぜ沖縄の歴史を調べさせないというふうになったのか誰がそれを出したのかこれは 今となってはもちろん個人名としては分かりませんけどもただそういうふうなお触れがあって公式に少なくとも公式に沖縄の歴史を調べるその昔のですねいわゆるまあ僕が今回問題にしている1 3 7十年十2年以前の沖縄が一体どういう場所であったのか本当に今言われているように原始琉球古琉球としてまあ未開の。 人間たちのいる島であっったのか僕はもちろんんそう思ってませんですからこの沖縄の歴史をたどるためにはこの明治政府明治政府が沖縄の歴史を調べさせないというふうに決めたこのドアをまず開けていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますねでこれはいろいろ調べてみますとですね実はこの歴史をまあ歴史がその 今僕らが自然,自然に学んできた学校とかで学んできた歴史が実は本当のものではないんじゃないかというのがそういうふうな意見がいろんなあの、まあ、学会というかいろんなそういう専門的な分野の中で出てきてるという話をある方から聞きました。でこのの歴史が消されてしまったのは 実は沖縄だけではないと日本の歴史そのものが隠されているというふうな話があります。でこれはあの、まあ、そういう話だけではなくて実は2007年にですね NHK が放送した番組の中に「古事記」皆さんご存知ですかね「古事記日本書紀」日本のまあ一つの始まりの書でもありますね「古事記日本書紀」が改ざんされた可能性があるというその番組が 放送されました645年これはあの大化の関心ですね歴史でまあ社会でよく学んだと思いますけど大化の関心前後に、えー、実はこの「古事記日本書紀」の中にですねおびただしい文法上の間違いがあるとこれが指摘されたとで当時ですねあの「古事記日本書紀」というのは唐、えー、から唐の国からまあ 読んで書かした歴史書というふうに言われてますけども実はそ,のそれにしてはものすごく初歩的な文法の間違いが多いとこれは確実に日本人がそ,その内容を書き直してるんではないかというような、まあ、歴史的な検証というかそういうのがあったようですねですからなぜこの「日本書紀」「古事記日本書紀」を書き直さなければいけなかったのか。 そしてどのように書き直されかたのかというのは具体的には今の段階で出てきませんけども別のですね視点から言うとですね中国の,その歴史書それからまあ日本の歴史書「古事記」「日本書紀」「古事記」が712年ですねそして「日本書紀」が720年というふうになってますけどもこの中国中国のその当時あった歴史書今残っている歴史書とそれから日本の歴史書とのそのまあ内容をですね 調べてみると、実は120年ほどのタイムラグがあると、ズレがあるというふうに言われてます。これは、まあ、なぜこういう、じゃ120年という、まあ、もちろん当時は船、えー、しかありませんでした。その船もまともにちゃんと行き着くかどうかって保証はなかったので、まあ、検討士にしてもそうですけども、そういう天候の具合によって船が沈んだりというのもありましたけども、でも、120年ものズレが生じたのは、 これは明らかに意図的に何かの力というか何かの勢力がそれをずらしたのではないかというふうにえまあないかというまあ,ある種疑問形で終わってますずらしたという決定項ではありませんけどもそのえ120年のずれを見れば日本という国それから中国という国の当時のまあ関係において実はその歴史をそういうふうにまあ 改ざんというか捏造という言葉はちょっと違う意味になりますけども変え,なか変えなければいけなかったような意図があるんではないかなというふうに言われてます。ですからこれをその誰がじゃあどのような理由で変えたのかということに関してはあの可能性としていろんな説があるらしいんですね。だけどあの一つの説の説中にですね、えー、ある一族 まあ今日ははちょっと名前は言いませんこれも来週にまた続きますがある一族が意図的に自分たちの一つの一族の流星というか交流というかその高めるためにあえてこの歴史的な「古事記日本書紀」を含めた歴史との改ざんをしたのではないだろうかという説があるそうです。 まあこれに関しては、えー、もうじねあっという間に時間が経ってしまいますので、えー、またこのそれ何というところが、まあ、のどの一族がですねそういうことをやったのかということに関しては、えー、また次回話をさせていただきたいと思います。 はい、えー、あっという間にですね、まあ30分とか実質20分ちょっとですけども、えー、終わってしまいました。えー、たくさんの言葉を費やしていけば、本当に曲も書けるよう、時間もないぐらいのですね、密度になってしまいますが、できるだけこう、一人語りですので、試編というか、 そういったまあ本当はもっと静かな語り口で話をしたいんですけどもこれをやってしまうと多分今お話した3分の1ぐらいしたできなくなくってしままう可能性がありますですからまあ今日明治政府がその沖縄の歴史を調べさせないというその扉を開けてそして「古事記日本書紀」が改ざんをされた可能性があるとこれは NHK で 2007年に放送されたって話をしましたけどもそれを踏まえてですねもう一つ次のまた扉を開いていきたいと思います。この沖縄が今最初に冒頭申し上げました風がどこでも風が吹いているこの風の島今日のお盆のエイサーの本当に若い方たちのこう声それから若い女の子たちの踊りいろんなものを見るにつけこの沖縄という島を 本当に本当の意味で守って未来の扉を開けていかなければいけない今沖縄を待ち受けているものは決して明るい未来ではないかもしれないそれは沖縄の人たちが一人一人が目を覚ましてこの沖縄という島が一体どういう歴史的な背景を持っているのかどんなふうに日本と関わり合っているのか。 日本の犠牲になったという言い方ももちろんありますしそういった現実的な悲しい出来事不幸な出来事もたくさんあったと思いますけれどもでもこの全ての沖縄人僕も沖縄に来た人間ではありますけれども沖縄県民だというふうに自負しておりますこの沖縄人たちが沖縄を守るために一体どんなアイデンティティを取り戻さなければいけないのか。このアイデンティティィを このわずかな本当にわずかな時間月曜日の8時半からのわずかな時間の中でこのアイデンティティを取り戻していきたいと思います、えー、過去現在未来という繰り返しによって、えー、とてもとても長い歴史がやはり、えー、流れて今に至ってますですから昔のことは簡単にはわかりませんけれどもでもこの沖縄が未来に向かっていくためには本当に正しい歴史を 取り戻していいいく一つの一言を伝えたいと思います、えー、大変短い時間で大変残念ですけどもまた来週お会いしたいとお耳にかかりたいと思います、えー、雫未来の風島未来駅今日は以上とさせていただきます。